はい、皆さんこんばんは、4月16日月曜日第390回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝ちょっと寒かったですね。でも日中はやっぱり風が冷たいんですけども、太陽さん出てますと暖かいですね。はい、そんな真っ白でございます。今日のゲストをご紹介しますね。高神町のお住まいの手塚光晴さんです。よろしくお願いいたします。手塚です。よろしくお願いします。今回手塚さん自分でですね、地図を作られ自費出版されたっていうことをお聞きしたのでね、ちょっとお話をお聞きしたいなっていう形でお呼びいたしました。これは市民新聞でね、こういう形で出ましたのでね、まあこれマップができる前にあれですね、取材されたっていう形ですよね。そうですね、はい、はい、やっぱり一通りいろいろ聞かれましたよね。まあ細かいことをね、いろいろとお話もしました。はい、はい、なるほどね。まあ実際はこういう写真になりますね。はい、松代観光絵地図っていう形でですね、はい、まあこれ見ると本当に何ですかね、いろんなお寺さんあり、松代駅あったり、宝物館あったり、真田邸あったりとかっていろいろとこうやっていろんなものが出てきていますけれど、いかがですかねこれ。まあ自分でいろいろと考えながらやってる撮ったんだと思うんですけども、どんな感じですか。やっぱり発想はこの町城に観光で訪れた人が、はい、旧町城駅で、はい、太陽の光を避けてスマホでね、うん、こうどこ行ったらいいかなという道に迷ってるようで、はいはい、特に町城の道は歩きづらいっていうようなことを聞きます、うんうん、でやはりこの具体的な神社仏閣、はい、あるいは名称をこの絵で表現してイメージを持ってもらって行っていただくと、はい、そうするとそのものズバリがある。だから道も歩きやすいだろうし、はい、イメージも持ちやすいと、はい、まあ、それが発想ということでしょうかね。なるほどね、はい、やっぱりあれかいろいろこう見て感じてそういう形になったっていう形ですかね。そういうことですね。そうですね、はい。ところでお年聞くのはあれなんですけど何歳になられるんですか。まあ若くはないですね。82歳です。82歳、はい、はい、若いですね。まあそれだけ町に住んでるってことになりますから。なるほどね、はい、82年間ってことかね。まあそういうことになりますねなりました。はい、あとこのいろいろな場所を知らないとこういったものはできないとは思うんですけど、まあ真っ白に住んでいらっしゃるからいろんな形ができるんだとは思うんですけども、ね、まあ、これ、まあ、松代大好き人間みたいな形になりますわね。ええ、まあ松代っていうところはこの気候が穏やかでね、はいはい、で風土に恵まれていますので、うんうん、非常に住みやすい場所かなというふうに思って、うん、これはやっぱり、うん、ふるさととして、はい、大事な場所ですね。なるほどね、うん、一番気に入ってるってのはどこら辺が気に入ってますか。この松代の特徴っていうのは、はい、やはり信州一の10万石のこの城下町ですから、はい、このしっとりとした落ち着いた城下町の雰囲気、はい、これが他ではありえないことですのでね、一番そういう雰囲気はいいかなと思います。なるほどね、うん、まあ、穏やかであったりとかね、いろいろとありますし ね。ところで趣味っていうのは何になるんですか。趣味ですか、はい、まあ趣味は多趣味で何でもやるんですよ。何でもやるんですか。大概やるんですよなるほどね。もう海へ釣りも行くしますし、行きますしね、うん、まあ、この絵もやりますし、うん、まあ、チェロもやったり、まあ歌も歌ったり、うん、ピアノなんかやらないですか。ピアノは得意じゃないですね、うん、得意じゃないですか、まあお邪魔した時にはコーヒーなんかこう出していただいたけど、コーヒーもちょっと凝ってるだろうと。コーヒーは一時凝りましたねそうですか、まあ、この間してブルマン飲んでいただいたんですけど、美味しいですね、まあ、趣味があるとかっていうのはね、いいじゃないかなと思いますけど、はい、現在はあれですね、法理神社の相談役もやってられるとかっていうのがありまして、まあ、これ何年か前には私婦人の関係でちょっと出ていただいて、あれも自費出版っていうかね、自分で作ったですね。そうでしたね、うん、まあ、ちょっとね、うん、なかなか年月をかけてもできないっていうようなことも耳にしましたしね、はいはい、これは現物がないとできませんから、うん、まあ真っ白の七福神ができてよかったです、うん、このあれですかね、この地図作られるっていうのは
構想って言えばおかしいですけど、いつ頃そういう思いあったんですか？七福神とこの絵地図は共通点がありますね、うん、というのは、うん、町へ来ていただいた人が、うんうん、まあ、バスで来て、まあ、1,2 箇所見てさようならではね、はいはい、本当に町路の良さが分かってもらえないということで、うんうん、まあ、北から南までぜひ歩いてもらいたい、うん、歩いて町路を見てもらいたい、うん、ということで、うん、七福神は、うん、あ、7つの神様を回っていただくと、うんうん、まあ、今度の絵地図も町路を北から南まで歩いていただくというようなその点を面にしていくっていう点では、うん、あの共通ですね。なるほどね。まあ、この中にね、こういったその動物なんかもこうやって入れ込んでありますよね、はいはい、こうやって蝶もあったり、キツネ、タヌキとかね、こういった鳥も入れてあるっていうんで、はい、まあ、いろんな、あの、なんですかね、ジャンル物っていうのもあって、こういう絵もお描きになってるっていうのはね、ちょっと今、はい、これ見てどうですかね、これ全部手書きですよね。これは、まあ、下手な絵を描いたわけですけど、全部、お聞きしたり自分が見たりした動物だけ絞ってありますね。ですから、あの、町路の近郊に、あるいは町の中へ出てきている動物を書いております。だから架空のいない動物は書いてあります。あ、なるほど、なるほど。こちらの絵はどうですか、このこういう、あの、まあ、これはね、この絵地図の中に入れようと思ったんですよね。うん、はいはい、で、例えばこういう高速道路 の側面とかね、はいはいはい、そういうところにこういうのパッと入れようと思ったんだけど、はい、ちょっとね、入れてみるとこのごちゃごちゃしてくるんですよ。あ、なるほど、なるほど。で、やっぱりそれは避けようと思って、うん、結局これは使わなかったんです。あ、そうなんですか。象山の柏なんて言ってね、これ入れようかなと思ったんだけど、あ、そうですか、山が小さいところへ木が大きいと変でしょ。あ、そうか、そうか、で、まあ、カットしました。なるほどね、うん、分かりました。あとはあれですね、まあ、こういったそのこの裏側がまたいいじゃないですか、はい、私これ見てね、好きだなと思って。そうですか、うん、こういうお菓子屋さん、ね、4軒の和菓子屋さん、地図がある裏が白紙になっちゃうんですね、うんうん、そうすると、まあ、前々から町路にはお土産を何を買っていっていいかわからないというようなことを言われたり、自分もまあそういうことを言ってた一人なんですけどね、まあこれは逆転の発想で、まあせっかく町路に来たらお土産を買っていただくと、でそれには菓子がいいだろうと、いいですね。で、菓子屋さんも一点だとちょっと、あの、これはそのお店だけになってしまうので、うんうん、まあ、4点、これもまあ平面で、うん、公平に、はい、それでぜひおいしいお菓子を作っていただきたい、うん、まあ、そういう願いも込めて、うん、まあ、一度買っていただいた人がお土産に持ってって、うん、それを買ったもらった人等がですね、はいはいはい、また買うと、うん、こうお菓子がメジャーになるようにという応援を裏側に入れて、はい、両面と、うん、でスポンサーにも一部なってもらいましたので、ね、うん、まあ、そんないろんなことがありまして、うんうん、お菓子にしたんです。なるほどね、はい、でもね、これいいと思います。私はこれ、あの、つたやさんのやつはね、この真っ白せんべいのが大好き、ね、これで大当たり成果はね、この、あの、新しくできた、ね、生ドラね、あんずのやつね、でこっちはね、あれ、この重宝、風屋はね、はい、で加月堂さんはね、これは、あの、なんていうかな、桜餅みたいな、これまあ時期的にいろいろやってらっしゃるので、ちょっと面白いな。パンもいいそうです。そうですね、パンもね、野菜の入れた、ね、パンを作ったりしてるってんで、はいはい、まあ、だから、あの、本当独々みんなの、ね、メジャーになってもらう。そうですね、だから、ね、いいな、リピーターが増えてくると、うん、そうですね、まあ、これはいろんな面で活性化されてくるように思いますね。これね、いいなと思いました、はい、これでも思い立ってからどのぐらいでこういうものができるんですか？そう、半年ぐらいですかね。ああ、なるほどね、まあ、これみんな手書きで、これもあれですか、これ実際行って見てきてやる、写真に撮ってきて、写真に撮って、はい、でそれを元にして、うん、スケッチをした。あ、なるほど、ね、
まあ15分くらいやると一つの絵はできますで、うん、でしょうね、できますから、すごい、まあ、お茶を飲みながらちょこちょこ描いて曲がったりしてますね、うんうん、それの味があっていいのよこういうのは何でもそうだけど、やっぱりカクカクっていうあれよりもやっぱり持ち味、絵で手がでやるっていう、年を取ってくるとね、うん、曲がってくるんですよ、うん、そういうのもね必要なんですよこういうのをね本当いろいろとね、まあ、よく描けるなと思ってるんですけどね。ねこれなんかもこういうあれでいろいろと中にこういう絵を入れたり木を入れたりとかっていうのでねやってらっしゃるけども、でも本当にうまくこうやって直腸をうまく出してるからね、すごいなと思いますね。よく見るとね、うん、お寺さんなんかも全部これ、うん、違うね、違うんですよ。おっしゃる通り、ね、あのお寺みんな同じような作りかなと思うけど、うんうん、一軒一軒全部宗派が違う、うん、そうですね、そうすると作りも違う、うん、まあ書いてやっと分かりましたけどね、うん、なるほどね、はい、でもこういうのもあれですよね、ただ書いてこうやるってのもいいけど、やっぱりこういうなんか入れるってのも必要だね。ええ、あのこれこちらで見ていただくのもあれだね、ちょっと感じとするとこういうのもちらっとこう入ってみたりとかね、はいはい、されてるじゃないですか、はい、これはやっぱ全体的に見てそういうふうにやるんですか。まあ柔らかくなるしね、うん、楽しくなると思いますので。なるほどね、はい、うん、あとはまあこういった形でですね、最初がこういう形になるんですか。最初、最初の道路が間違ってるとまずいですねですからできるだけ正しく道路を作ると、うんうん、はい、これが一番時間かかりましたね。あ、そうですか、はい、これ全てパソコンなんですよ。パソコンですね。いつ頃あれしたですか。覚えたって言えばおかしいですけど、これは何歳ぐらいの時からこうやる。そうですね、パソコンやりだしたのは60過ぎですね。あ、そうですね、はい、だから20年っていうことですか。すごいね、パソコンの腕もだいぶ上がりましたよこれ作ればねこれ全部 100% 、うん、私のパソコンですから。あ、そうですか。お菓子屋のこれもね。あ、はい、すごいね。ですからあの、うん、印刷代はデザイン料がなしですから、うん、なるほど、はい、いいね、安く上がりました。これが一番いいですね、はい、まあ、こうやっていろんなこういう色やって最終的にはこれっておっしゃったもんね。あのいろんなあの色があの何十枚でもできますから、うん、はいはい、で最終的に春だし、うん、まあ、明るい色がいいかなということで、うん、この色に、うんうん、なるほどです、ね、とりあえずした、まあ、線部ですけどね、うん、はい、なるほどね。まああれですかね、この発酵元ってこれ全然入ってないんですよね。はい、それはどうしてあれなんですか。これはあの発想が自分で個人でしょう、うん、はいはい、それでまあこれで1円も儲けるとかそういうことでないし、うん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 、お菓子屋さんの電話番号なんかも、うん、あの裏側には入ってますし、うん、ですから、うん、特に団体とか会社とか、うん、そういうところで、うん、そうかそうか、ここに全部入ってますね、入ってますし、ね、あ、そうかそうか、だからあえて、そういうものは個人の名前は、うん、あの控えさせていくということになります。あ、そうですか、はい、じゃあもう結局こういうお菓子も何でも直接やってくださいみたいな形でね、やれればいいねっていう形ですね、ええ、まあ打ち合わせはしましたけどね、お菓子屋さんとは、うんうん、なるほどね、うん、だからこういうのはどうなんですか。これみんなお菓子屋なんかってあのお店行って撮られたんですか。店行って撮ったのだいぶありますね、うん、でまあインターネットであの取り出したり、はい、あるいはそのお店にメモリーがあったりすると、あ、なるほど、ね、うん、ダビングしていただいて、あ、なるほど、ね、持ってきたのもある。だいたいこういうのは自分で撮ってます。なるほどなるほど、こういうのは、はい、でもこうやって撮るにしてもあれですね、やっぱりカメラのあれもね、経験ないとできないね、まあ、カメラもいろいろありますから、はい、いろいろありますね。あの2、3枚撮って一番いいのを入れる、うん、あ、なるほどね、まあ、うん、かなりあのアドリブ入れて、うん、あ、これも何あの相談しながらこうやって書き入れてるですか、ね、説明して、まあ、こう書いていくと、うん、あの一行もなんかこの改めてくれっていうことはなかったです。あ、そうですか、はい、うん、あれですか、まあ、これあのいろいろとこう使われていましたけど、これ終わっちゃったらどうするですかね。そこが困るんですよね。結構うち の, あのマチャルセンターも結構置いてて結構評判いいもんでね、あの評判良くてありがたいんですけど一応全部すりまして9箇所に置きましたから。あ、そうですか。まああのロイヤルホテル、あ、はい、そういうこと言っていいのかな。あ、どうぞ、いいですよあの観光案内 所, あ、案内所、はい、街歩きセンター、
町路荘の温泉、あ、あ、はいはいはい、それと町路旧駅ですね、あ、駅、あ、駅舎にで5箇所に、うん、あとはお菓子屋さん4店で9箇所に置きました。なるほどなるほど。で毎日私もね、20分ぐらいずつ旧駅へ持っていくんです。これが全部1日で終わっちゃいます ね, なるほどね。だからもうじき終わるんですよそうですか。でまあ第2版をどうしようかなと、うんうん、まあこういったところでちょっとお願いするじゃないですか、まあそうしたりしてね、うん、まあ観光客といいますか、うん、町路を訪れた人のためになるならば、うんうん、これはしばらく続けていこうかなと思ってはいるんです。あ、そうですか、はい、分かりました、まあ、できるだけね、有効活用できれば嬉しいですね、はい、そうですね、うん、私は本当に大好きなんですよ。これやってほしかったなっていうのは、あ、まあ、バッチリですよね。ありがとうございます、はい、まあ、今日はお忙しい中ですね、まあ、そんな素触りみたいな形でお聞きしましたけども、はい、本当に、まあ、また頑張っていただければという、ね、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。いや、三田さん、はい、素晴らしい素晴らしい。お聞きしたらね、82歳だった。そうでしょう。すごい若いでしょう。ねえ、ね、やっぱり、ね、パソコンやって毎日こら、うん、頭を鍛えてるからいいよね。いいね。ね、うん、60歳からね、始められて、うんうん、もう20年ね、うん、やっされてて。すごいね。素晴らしい。もうこんなことできねえね。あれ全部パソコンで作るんでしょ。あ、そうそう、ね、おっしゃる通り。素晴らしいですね、はいはい。まあ、そういう人も真っ白にいるっていうことで、ね、はい、ね、私ついてる、ね、そうですそうです、はい、うん、はい、これはね、またちょっと、はい、お知らせを、うん、はい、今日ね、一応こういうものが入ったんだけどね、はい、2018年長野市観光イベントっていうんでね、六門号、六門号、ポケモンじゃない、ポケモンじゃない、六門号ね。それでね、どうするかっていうとねまあこれだけのね、はい、27件あるんですよ、はい、でその中でね、こういうもの、こういうね、六門線のね、うん、関営通報、うん、これね、各お店でね、うん、1500円とかね、うん、1800円とか2000円とかっていうのね、うん、買っていただいたらこれ一つあげる、うん、はあ、うん、で使えないんだよね、うん、それで あるんだよ、こっちこういうふうにたくさんあるの、こういうのね、たくさんあります、はいはい、ね、でそれでもって買っていただいて、うん、それでね、6枚になったらね、あそこ観光案内所行ってた、うん、そうそう、こういう色紙みたいにくれたりと、はあ、うん、あとはね、これは何をくれるって言ったかな、あ、なんかね、景品、景品、あ、ここにからね、タオル、高級タオル、それオリジナルね、ピンバッジ、どっちかくれるっていう、うん、だからね、これをね、まだ1年以上やると思いますけども、どんどんお酒の、とこもあるんだよ、うん、麺類、うどん屋さんもあるしね、お寿司屋さんもある、いろいろあります、はい、このなんか、松代ばっかじゃなくてね、いろんなとこありますね、長野の方もありますから、はい、うん、パン屋さんも OK、はい、陶芸屋さんも OK だよね、はい、街歩きセンターも OK よ。あ、そうね、うん、はい、すごいでしょ、これいくらかな、はい、ここもね、1500円以上買ってもらうとね、もらえるの、ね、そうです、これちょっと見てくれる、これ、これ、これアップでちょっと撮っていただいていいかな、はい、ね、そういう形であります。で実際ね、これからもう今日から一応やってるんでね、うん、あとは各お店でもやってますんでよろしくお願いします、はい、はい、こういうことですね、はい、町歩きセンターではこういうということで、6万5 1500円以上お買い上げの方ね、会員通報あげますよ、はい、いう形です、はい、わ、はいはい、かりました。でこの下ちょっとまた見てもらっていいですか、はい、ね、フォトコンテストってあるんですよ、うん、こういうのキャラクターがあってね、スマホでこうやってやるんだけど、こういうの、ね、これもね、抽選で豪華商品当たるという形になります、はいはい、それから、はい、今度は、今週だね、21日、はい、春祭り、今桜はないんですけど、はい、いろんなものをやります、まあ、この中でフォトコンテストもやるしね、はいはい、そういう形でぜひお花見
じゃないけれども、ぼんぼり見行ったりとかね、はい、そういうのも見行っていただければいいし、払わなくてぼんぼりだけなんだ。そうそうそう、でもあのね、昔懐かしいぼんぼりなんだって。あ、うん、はい、あ、知ってるぞ、こうやってあの懐中電灯ではなくて電灯を入れといてね、それでこういう、あの昔ほら、あのあれがあるじゃないですか、江戸時代のね、桜のとこにこうぼんぼり、ああいうのがね、ある。桜あるからいいんだけど、まあいいや、はい、いいや、いいや、はい、まあそういう形で、はい、ぜひね、あの、はい、ちょっとタイミング合わないな、はい、そういうことで、はい、はい、じゃあ来週の予告ね、はい、はいはい、今日はね、はい、来週の予告ね、391回、はい、あ、来週はね、豊坂公民館のね、活動っていうので、公民館長来た、文館長来てるんでね、あ、後藤さん、あ、そうですか、うん、はい、わかりました、どうぞどうぞ、あ、はい、はい、よろしくお願いします、はい、すいません、ちょっとこれ持っていただいて、はい、お忙しいところ申し訳ないですね、いいえ、こんばんは、来ていただいちゃって、はい、ません、来週、なんか出演していただくみたいで、はい、よろしくお願いします、宮坂さんに無理にと頼まれまして、はい、しらじらしいですね、はい、はい、ということで、どんなお話をしていただくんですか。公民館の授業、いろいろあるんですけれども、はい、まあ、はい、あの豊坂分館ではこんなことをやってるんだよということで、はい、県議大会だの運動会だの、はい、まあ、あの豊坂の方では独特なものとして、座禅会ですとかピラミッド祭りで、ご協力してるとか、そこら辺のことをちょっとお話できればというふうに思います。今日はね、お話してたら来週お話することなくなっちゃうから、ね、はいはいはい、ということでね、はい、じゃあちょっと内容的には来週と、はい、今日はちょっともったいぶって、ね、はい、はい、佐田県政でね、はい、はい、それでは来週そのようなお話を、豊坂独特のそのイベントなどたくさんあるんですね、はい、そんなようなことを中心に来週お話しいただくということで、はい、はいはい、それでは来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。